はいどうもこんにちは、シティーズガーデンの川中です。捨てなくていい緑ガメの飼い方。その間はずっと餌をあげて、水を変えてっていうのを繰り返しておりまして、緑ガメもだいぶ大きくなってきましたね。で、今日は前にやると言っていながら全然やっていなかったフィルターのメンテナンスはいつやればいいのかという疑問は、特にアクアをやっている人だったらもう感覚でわかるんですけど、やっていなかった人にとっては分かりにくいポイントだと思います。ブクブクですね、エアリフト式フィルターって言われるんですけども、このブクブクのフィルター、エアリフト式フィルター、もしくは投げ込み式フィルターとも呼ばれます。これの銅剤を洗う、もしくは交換するタイミングなんですけど、説明書とかには、2週間おきに新品と交換してくださいなんて書かれてるんですが、まあ、それに従ってもいいんですけど、これね、見るのはね、泡なんですよ。実はわかりますかね、あの泡の粒が大きくなってきて、でこの音です、ポコ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 言ってますよね。綺麗な状態だったら細かい泡が出て、で音はポコポコじゃなくて、どっちかというとシュワシュワシュワっていう小さい音しか出ないんですけど、露材が詰まって水の流れが悪くなってくると、当然その泡も細かく出ないので、大きい泡が出ることによってこういったポコポコポコという音が鳴るようになってきます。こうなってくると、あんまり露材に水が通っていない、まあ露材が詰まってるっていうことですね。そういう証拠なので、露材のメンテナンスをしましょうと。定期的に露材を変えるっていうのは慣れないうちはいいと思いますが、まあ、生き物の飼育はとにかく観察、感覚も大事になってきますので、期限決めずにこうやってフィルターの、フィルターのエアレーションのね、泡がポコポコ鳴るようになってきたらフィルターを掃除する、もしくは慣れてくるとそろそろ泡が大きくなってくるかなっていうのがわかるはずなんで、そうなる前にフィルターを変えるといいのではないでしょうか。で、フィルターは最近のものはほとんど新しいものに総取り替え、カートリッジ式でね、もう全部古いの捨てて新しいのと取っ替えてくださいねって書いてるものが多いんですけども、何回かは洗って使えますから、今回は、水洗いして再利用することにします。ではこれを今から洗っていきます。フィルターの露材は水道水で洗っていきます。あの水質に敏感な熱帯魚とかだったら、この露材についているろ過バクテリアを殺さないために、水槽の水でこうろ過剤を洗ったりとかね、あとカルキを抜いた水でろ過剤を洗ったりするんですけども、まあ水道水で洗ったところでろ過バクテリアが 100% 死んでしまうわけではないし、そして丈夫な仮面ですからね、多少ろ過バクテリアが流れてしまっていても、普段水替えしてるので影響はそんなにないと。ということで、水道水でもう汚れを完全に落とすことを目的に、きれいに洗ってしまいます。ではこのままだと両手が開かないので、カメラを止めてきれいに洗います。はい、ということで露材の詰まりがこのようにきれいに取れました。これを元通り水槽にセットして、泡の出方の違いを比べてみましょう。フィルターに絡まっていたゴミが少し舞っていますが、気にせずにエアポンプの電源を入れてみます。こうですね、変わりました。泡の粒の細かさがフィルターを洗う前よりもかなり細かくなりました。これはフィルターの中を水がしっかり通っている証拠です。音も先ほどと比べると、ポコポコいう音は鳴っていません。何回か洗っているとウールがへたってくるので、そうなるとさすがに交換した方がいいかと思います。それから露材の中には活性炭が入っているものがほとんどなので、活性炭の能力、
水の色を取るとか水の匂いを取るとかいう能力ですね。これは新品じゃないと効き目がありませんので、そういうのが気になる方は、まあ、毎回ろ材を新品と交換することをお勧めします。いずれにせよケースバイケースですね。ということでまとめになりますが、エアレーション式、エアリフト式のフィルター、このフィルターのメンテナンスのタイミングは、泡の音がポコポコ気になりだしたらメンテナンスをするか、慣れてくるとポコポコする時期がわかるのでその前にろ材を洗うかというパターンになるかと思います。緑髪は今これぐらいのサイズになっております。なっ